はいはい、どうもペンギンです。鋼の錬金術師、ドリームカーニバル実況プレイ続きやっていきます。新しいシナリオを出したのでそれからやりましょうか。鋼の受難ですね。エドと大佐かやりましょう。因縁のライバルというか、なんというか、おお、武術大会か。来た来たぞ、ついにこの時が。我が野望、ついに実現の時が。大佐の野望か。私が大総統になってからと思っていたが、それを待つ必要もない。この大会で優勝すれば、軍に所属する女性の制服をすべてミニスカートにすることも可能だ。くだらねえ。ついてこい、注意。注意。注意ならミニスカートのあたりで難しい顔して出てったっすよ。何？ハボックも出てくるんやね。我が野望はきっと似合う。そのうち殴られるっすよ。ならば仕方ない。ハボック少尉、私の後衛を務めろ。無理っすよ。国家錬金術師が出てくるような大会に参加できるわけないじゃないっすか。そうだ、アームストロング少佐はどうです。炎の錬金術師と剛腕の錬金術師のコンビに勝てる相手なんかそうそういないっすよ。少佐は女性受けがな。こんにちは大佐、例の件片付いたぜ。鋼の、おお、ちょうどいいところに来た。君を待っていたんだよ。満面の笑みやし。なんだ。おお、珍しい組み合わせだな。中佐、大丈夫か。普段デスクワークしかやってないんだから。腕がなまってないか楽しみ。よし、お前らびっくり人間たちとまともにやってられるか。いでよ、我がセントラルが誇る究極のびっくり人間よ。お前らは単純だからな。俺の明晰な頭脳とこの究極の肉体のコンビネーションに太刀打ちできるかな。言いたい放題だな。どうする大佐。ここは共同戦線と行こうじゃないか。覚悟するがいい。行くぜ大佐、ぶっ倒してやる。そうそう、2003年版のハガレンの何話ですかね、何話か忘れたんですけど、序盤の方に大佐対エドの話があるんですよね。あまり気が進まんの。まあ、結局ヒューズさんのなんかイリシャちゃんの写真をこうデカデカと出てきた回なんですけど、多分あの延長線がこの武術大会なんですよね多分。前丸か強いんは。下バツ上バツと。この遠距離攻撃超強いですからね。大佐使うのもここぐらいじゃないんかな。基本大佐の奥義は使わないんですよね僕。これがねやっぱり強い。前丸が強い。でも多分この中必殺技でね、ほとんどこと足りるんですよね。本来は大佐が後衛に出るべきなんですけどね。悪いけど今回は俺たちの勝ちだな。悪くないな。しかし、お
なところで会うとはな。炎の錬金術師か。神の道に背きしも、我が神に代わって裁きを与えてくれる。待てよ、こっちにもいるぜ。鋼の錬金術師か。今日は良き日よ。二人まとめて倒せるとはな。面白い。炎の錬金術師の力見せてやろう。今度は負けねえ。行くぜ。どうでもいいけど、また俺置いてきぼりだな。どうにもこういう熱いのは苦手なんだな。行くか。なんでこのメンバーにグリード入ってるんでしょうね。なんかグリードっていつも浮いてるイメージあるんですよね。まあキャラクター上しゃあないっちゃしゃあないですけど。あまり気が進まんのだ。せいぜい楽しませてくれよ。やっぱグリードかっこいいな。前丸強いな。相手受け身取らんかったから跳ねれるんじゃない。あとグリード、よし。一応難易度は2にしてたと思うんですよね。まあサクサク進めるために勝利数を3にしとけばいいんですけど、これやばいな、ハマるな。敵が浮き身を取らん限りハマるな、これ。さすが炎の錬金術師。よし、動画的には全然面白くないですけどね。早くて便利。格の違いってやつだ。これが炎の錬金術師だ。覚えておきたまえ。やったぜ。今日のところは引いてやろう。ああ、今日は日が悪いな。このような美しいご婦人と戦わねばならないとは、まことに心苦しい。噂に名高い炎の錬金術師にお会いできて光栄ですわ、ハイさん。あ、注意が見てる。あ、ギクッとした。情けないね、大佐。天下の炎の錬金術師も女の尻に敷かれてるようじゃ大したことないな。うわ、ちゃちゃ。あらあら、仲間割れ。大丈夫？試合ではちゃんと楽しませて。なんか前も言ったかもしれないんですけど、ラストの死に方って2003年版も2009年版か、もうなんかむごいっすよね。あ、そうや、水に入っとったら大佐使えんのや、錬金術。忘れとった。もうなんかそういうとこ忠実なんですよね。超必殺技がね、なんかこう 竜みたいな炎を出すんですけど、カービィ、ウィーリーところのドラゴストームですかね。そう、水の中入ったらさ、錬金術使えなくなるんやって。必殺技は出せるっぽいですけど、
これでも高さがあって多分当たらないんですよね。こう下にお、ラッキージャンプしてくれた。よし、あとはグリードを殴り倒せば錬金術が使えなくたって、よし勝てるんだよ。ウィナー、この勝負私の勝ち。ざっとこんなところかな。ちょっとやりすぎてしまったかな。やったぜ。仕方ないわね。お腹すいた。なんだ。なんでエドと対戦の時って上半分なんでしょうね。師匠と弟か。確かに手強そうだ。正直勝てる気がしねえ。珍しいほど弱気だな。それほどか。アルには喧嘩でまともに勝ったことないし、先生はそのアルを子供扱いで。カイサは女性に弱いし、アルは鉄の鎧だから炎は効かないぜ。確かに厳しいね。ここは本気で力を合わせるしかなさそうだな。本当に力合わせれるんか。仕方ないね。勝てるかな。しかし、やるしかなかろう。立ち止まるわけにはいかないからな。やるさ、行くぜ。あ、全然泉さんとアルは喋らんかった。あまり気が進まんのだが。手加減はしないよ。レディー。ここも水あるしよ。足場がなくなったら対策が無能になってしまう。エドがめちゃくちゃ押してくるんやけど。あ、いかん、水に浸かってる。牽制しつつ遠距離攻撃で。水の中入ったんか。なんかね、地形に左右されるんですよね大佐って。多分唯一地形に左右されるキャラクターで。よし、でもこれ下行ったら大佐ほぼほぼ無能ですからね。そしたら行くなって。下行ったらよ、錬金術使えんくなるんやって。そしたら行かれるとね、錬金術使えんくなるから、肉弾戦で戦わんといかんのですけど。よし、ウィナー。この勝負多分唯一ですよね。ざっとこんなところかな。地形に左右されるキャラクターは。なんとかなったか。正直もうやりたくない。大したもんだね。ひどいよ兄さん。注意、なぜここに。大佐を乙女に参りました。これ以上バカな真似はさせられませんから。何してんだよこんなとこで。私も欲しいものあるんだもん。今日は強い味方がいるからね。負けないわよ。どうする。どうするったってやるしかねえじゃん。まさかもっとやりづらい相手がいるとは。そうだね、お互い正念場だ。頑張ろう。行きます。
覚悟しなさいね。苦労が絶えんね。あまり気が進まんのだな。よろしく。多分こっちから攻撃した方が。そう。多分吹っ飛ぶんですよね。ほらほら吹っ飛んだ。もうこのままはめたいけど。注意のこの何て言うんですかね、中距離攻撃がすごい苦手ですね。逃げて、一応逃げとこう。みんなおらんくなった。エド死んだし。OK、終わっただろう。あ、終わらんかった。私の勝ち。ざっとこんなところかな。正直もうやりたくない。正直私もだ。仕方ないわね。悔しい。なんかこのドリームカーニバルやってたらいろんな相関図が見えますよね。願いを叶えたくば見事この私を打ち倒してみせよ。やったか、キングブラッドレイ。このおっさん本気で強いですからね。補正かかってますからね、このおっさん。あまり気が進まんのだな。私も存分に。しかも水部屋し、一歩離れて攻撃っていうのが無理か。外したか。追いかけて追いかけてやね。逃げるね、おじさん逃げるね。飛ぶね。それはさせんね。やっと1回か。遠いな。よし、受け身さえ取らんかったらね、はめれるんですよ。さすがに膝ざざは水の中でも使う。くそ、片足でも使っとったら出んのか。体格強いな、やっぱり。しっかり連携取ったら敵に手出しさせないタイプの。くそ。水の中が辛いな。
ゴリッと削れんかな。そうでもないな。向こうにはあんまり行きたくない。降りてこんかな。絶対燃えるもん、あそこ行ったら。自滅するやろ。あ、そうなんや、氷の上でもダメなんや。めっちゃシビアなんやけど。あ、ここダメなんや。この足場の上ダメなんや。こっちおらんと。こうか。やべえ、なんか友倒れしそう。一回こっち逃げようや。やばいな、どっこいどっこいやね。あんまりね、そっち行きたくないんよね。ブラッドで一回倒せても、こっちが二人逃げてしまう、何、二人倒されてしまうと。ちょ待って、強い強い、おっさん強い強い。なんかあそこで自滅しようとしようやつがおるし。いかんね、場所が悪かったね。ウィナー、そう簡単にはいかんよ。よっしゃ、勝った。ウィナー、少し大人げなかったが、これが格の違いってやつだ。悪いけど今回は俺たちの勝ちだな。ちょっとやりすぎてしまったから。見事だ。顔が大佐とエドの顔がやばい。二人ともなかなかの手並みであった。大したもんだ。はっ、お褒めに預かり光栄です。あー、しんど。ちぇ、結局今回は大佐にいいより使われただけじゃんか。まあそういうな、鋼の。今回は君のおかげで優勝できたようなものだよ。な、なんか気色悪いな。さあ、好きな願いを言いたまえ。私のできる範囲で叶えよう。そういや、大佐の願いって。そしてこっち。いや、実に壮観だ。壮観なことのために。お、エンディング。これでシナリオをすべて終えましたということか。アスカーの声って沖合優さんやったんや。これイラストかっこいいっすよね。
特に曲が流れるだけで歌とかじゃないんですけど、威圧感パネーな。これで一応鋼の錬金術師ドリームカーニバルのシナリオは終わりになります。まあシナリオ終わったんですけど、キングブラッドレイまだ出してないので、あれちゃんとプレイアブルキャラクターっていうんですかね、対戦で使うことができるので出したいんですけど、またね準備ができてないんですよね。実写、これ実写っぽいね。あ、アンドゥなんや。え、この BGM ってアンドゥのアレンジバージョン。全く欠けらないんやけど。ということでシナリオまだ全部終わったんですが、ちょっと錬金術の館をやっていこうかなと思います。全くのヒントでこれ合成せんといかんので、基本的にはもう攻略サイト見ながらやるっていうのがベストです。本当にもったいないですしね、失敗したら。まずオープニングムービーを出します。どれやったっけな、一番数が多いやつでいいや。ギターとナイトの駒かなを連成すると、ゲームで流れるムービーが見られるようになったぞ。 OK、 ムービーが出ましたと。材料にするアイテムを選んでくれ。もう一個同じようにギターとナイトの駒で、ゲームで流れるムービーが見られるようになったぞ。これで、オープニングムービーとエンディングムービーが出るようになりましたと。見れるようになりましたと。あとはエドの手帳を単独連成すると、プレイヤーの情報が見られるようになったぞ。なんで翔さんのプレイヤー情報が追加されましたと。あとはナイトの駒とクイーンの駒かな、これを合成すると、あ、そうか、まだできんのか。すべての難易度で、アーケードをクリアして、でナイトとクイーンのコマを合成すると連成すると難易度4っていうのが出ます。そうかそうか、クリアしてなかったな。まあそれはいいとして、あとは BGM があるのか。 BGM とか、 BGM はですね、ちょっと待ってくださいよ。アナログ版音楽テープ。あー、これしんどいな。アナログ版と音楽テープ、もしくこの2つのどっちかと、バイオリン、まあ、この辺ですよね。この楽器たちを、これちゃうけど、楽器たちを連成すると、アナログ版とバイオリンとかね。ゲームで流れる曲が聴けるようになったみたいだぜ。ゲーム用の BGM が聴けるようになると。これはどんな組み合わせでもいいの。いいんですけど、アナログ版と弾けるようになったみたいだぜ。材料にするアイテムを選んでくれ。アナログ版なくなるね。これが全部で25個あるらしいですね。ゲームで流れる曲が弾けるようになった。材料にするアイテムを選んでくれ。他は何かあったっけな。てかアナログ版って遠征できんのかな。
蓄音機とヘッドホンとかなんかできんかな。あ、なんだこれ。材料にするアイテムを選んでくれ。これ体操の手袋。あ、体操の手袋や。なんか敵の練習しようぜ。ゲームに出てくる絵が見られるようになったぞ。ゲーム用 CG。 材料にするアイテムを選んでくれ。適当に適当にこう連成をしていくと、キャラクターのカードが見られるようになったみたいだぜ。こんな感じで材料にするアイテムを選んでくれ。出たりもします。じゃあ行くぜ。ゲームで流れる曲が聴けるようになった。あとはボイスか、キャラボイスが。これ単独連成やったかな。ちょっとやってみるか。あ、失敗した。材料にするアイテムを選んでくれ。じゃあなんか適当に。じゃ、行くぜ。失敗しそうやけど。キャラクターの声が聞けるようになったぞ。あ、できたできた。材料にするアイテムを選んでくれ。多分この辺の上の方のアイテムとこのキャラクターが落とすアイテムを連成すると、キャラクターの声が聞けるようになったぞ。キャラボイスが。材料にするアイテムを選んでくれ。多分聞けるようになりますね。行くぜ。キャラクターの声が聞けるようになった。材料にするアイテムを選んでくれ。まあ、こんな感じでずっとやっていきますか。キャラクターの声が聞けるようになった。材料にするアイテムを選んでくれ。一応全部出してみますか、ね、行くぜ。キャラクターの声が聞けるようになった。材料にするアイテムを選んでくれ。まあ、一番数が多いクリスタルをね、僕は素材にしてるだけなんで。行くぜ。まあ、一番出やすいですしね、クリスタルは。あれ、失敗した。材料にするアイテムを選んでくれ。何年生したっけ。工具セットウィンリーか。サングラスと。じゃ、行くぜ。キャラクターの声が聞けるようになったぞ。材料にするアイテムを選んでくれ。なんでウィンリー失敗したんやろうか。行くぜ。キャラクターの声が聞けるようになったぞ。材料にするアイテム。じゃあちょっとおまけに行ってみますか。終わりました。ちょっとずつ出てるんじゃないですかね。イラストビュアーか。この写真が見たいってのか。見たい絵を選んだら丸ボタンで決定だ。しょうがねえな。こんな感じで全部で何種類？84種類を連成して一個一個出していかんといかんっていう。超めんどくさいです。でカードコレクションはこれも、これは昔あの鋼のカードゲームがありまして、いいだろうって言われても、鋼のカードゲームがあって、そのカードゲームのイラストがここで全部見れるという感じなんですけど、まあこれも一個一個連成していかないかんので、正直めんどくさいです。俺の写真が見たいってのか。でムービープレイヤーはオープニングとエンディングだけあります。ここではゲームで流れる音楽やプレイヤーがキャラクターの声を聞くことができるんだぜ。まだ 4個しか出てないんか。聞きたい項目を選んだら丸ボタンで再生してね。でこうキャラボイスはエイド、アール、マスタング、大佐、注意、中佐、スカー、グラトニー、グリードかな。まあこれも全員出せますけど、まあそれはやりません。めんどくさいんで、とりあえず遊べるキャラクターを全部遊んだら終わりにしたいと思いますが、最速勝利タイムが59分59秒99。多分やってないんでしょうね。これセンズってあるんですけど使い道ないんですよね。54時間もね、実はやってないです。つけっぱなしでほったらかすのが僕好きなだけなんで。終わりました。じゃあ、あとは大相当を出して終わりになるので、大相当が落とす眼帯っていうアイテムを入手するためには、あとはバトルモードでひたすら大相当と戦い続けるだけですかね。まあ、ダイソーと出して、で、最後の一人を出したら、この実況も終わりになるかなと
思います。よかったら続きも見てください。ペンギンでした。